プレストン・ウィルソンはアメリカが州国サウスカロライナ州出身の元プロ野球選手。元プロ野球選手でメッツの1986年の優勝の原動力となったムーキー・ウィルソンは彼のママ父にあたる。1992年9月9日に契約を結びプロ入り。プロ入り当初は三塁手であったが1995年から外野手へ転向。 1998年5月7日にメジャーリーグデビューを果たす。1998年5月22日にマイク・ピアッツァとのトレードでエド・ヤーナル及びジェフ・ゴーツと共にフロリダ・マーリンズへ移籍。1999年に前年、主に中堅手を務めたトッド・ダン・ウッディからポジションを脱手。2002年11月16日にマイク・ハンプトン及びフアン・ピエール。 金銭とのトレードで、他3選手とともに、コロラドロッキーズへ移籍。2005年7月13日に、ザックデー及び J J、JJ デイビスとのトレードで、金銭と共にワシントンナショナルズへ移籍。2006年1月3日に、ヒューストンアストロズへ移籍。同年8月15日に自由契約となる。同年8月18日に、セントルイスカージナルズへ移籍。 2007年1月29日に再契約を結ぶ。2009年2月14日に MLB からの引退を発表。その後、独立リーグのロングアイランドダックスと契約。2009年のシーズンはそこでプレーした。母がムーキーの兄との間にプレストンを産んだ後、ムーキーと再婚したためこのような家族関係になっている。ありがとうございます。